はい、どうもこんにちは、ゆずっこです。それでは今回なんですけども、<laughs> au 自分銀行にローソン銀行 ATM からチャージで、ポンタポイント山分け実際のチャージ方法や、PayPay キャンペーンについても解説ということで、今回はローソン銀行 ATM のキャンペーンを2つお伝えします。1つ目は、au 自分銀行持っている方向けのキャンペーン、もう1つは誰でも参加できるキャンペーンとなってますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 それでは今回お伝えさせていただくキャンペーン大きく二つですね。まず一つ目は先ほどもお伝えしたようにローソン銀行 ATM の au 自分銀行とのキャンペーンですね。これはポンタポイント山分けということで、このキャンペーンは取引が必要なキャンペーンとなっております。それがこちらのキャンペーンなんですけども、2ヶ月連続各月100万ポンタポイント山分けっていうキャンペーンですね。このキャンペーンですね、期間が2つに分かれておりまして、第1期に関したら7月5日から7月31日までの約まあ7月いっぱいのキャンペーン。そして第2期に関したら8月の1日から8月の31日までのキャンペーンとなっております。で、早速ですね、キャンペーンの 細かいところ見ていきましょうこれ第3弾と出ておりまして以前も僕動画にしたような気がするんですけどもまあ、今回ねこれの第3弾ということなんですがまあ、このキャンペーンの内容なんですけども期間中対象となるお取引をいただきローソン銀行 ATM のキャンペーン応募サイトよりご応募いただいた方に下記の期間ごとに100万ポンタポイントを山分けプレゼントいたしますということで期間は先ほどお伝えした第1期と第2期そしてポイントをもらえる条件ですね これは200ポンタポイントとなります。で、このキャンペーン自体の流れは至ってシンプルで、スマホ ATM の取引を行って、その後にキャンペーンサイトに応募すると。そしたら2ヶ月間のポンタポイントの山分けに参加できるっていうような流れになります。で、今回の対象となるお取引っていうことなんですが、これがその適用条件っていうのに関わってくるんですが、まず一つ目、ローソン銀行 ATM にいて、スマホ ATM を利用して入金または出金のお取引をいただくこと、その後にローソン銀行のキャンペーン応募サイトにご いただくことということですので、ポイントはここですね、入金か出金どちらかということでございます。 で、細かい、ここら辺のところを見ていただいてもわかるように、いくらいくら入金しないといけないとか、出金をいくらいくらいしないといけないとか、そういったわけでもないので、まあ、最低の入出金額っていうのが、確か1000円からだったので、それを行えば、入出金の条件はクリア。そして、あとは応募するだけで OK というような流れになります。で、付与される時期なんですけども、7月にキャンペーンに参加したら、これは8月の末に入ってくると、そして、8月に参加したら9月の末に入ってくるような流れになっております。 まあこのキャンペーン自体の注意点って、まあこれぐらいかなと思うんですけども、ローソン以外の設置のローソン銀行 ATM 対象外となりますということで、まあ、正直あまり僕見かけたことないんですけども、基本的にはローソン店内にあるローソン銀行 ATM を使ってキャンペーンに参加してくださいということになります。今回ですね、au 自分銀行を使うわけなんですけども、気になるその ATM の手数料とかですね、僕ですね、au 自分銀行のいわゆるランク的なものは一番下の自分プラス1ということなんですけども、以前までは確か手数料かかってたんですけど がここにも出てる通り、2021年の6月の1日より自分プラス1のお客様の ATM に入出金手数料の無料回数を変更しましたということで詳しくはこちらということで、まあ、以前までは入出金の手数料がかかってたんですよね無料回数なしってなったんですけども6月の1日今年の6月の1日から月1回が無料ということですので基本的には AU 自分銀行持ってる方はこれに該当するということになります結構嬉しいですよね。 で、その内容を踏まえた上で僕も実際にですね、このキャンペーンを参加してきましたので、参加される方参考にしていただければと思うんですけども、今回は2画面で行います。まあ見ていただいたら分かるように僕はね、自分プラス1っていうことですので、一番下のランクになっております。で、まずはですね、ローソン銀行 ATM の操作からなんですけども、すぐに取引開始をタップする、タッチするのではなくて、左側にですね、スマホ取引というところがあるので、ここをタッチします。そうするとですね、ATM 側に QR コードが表示されるのを で、読みみ込ますで今度はスマートフォンの操作なんですけども、この au 自分銀行の画面の、まあこれ下に下がるとこのようなメニューが出てくるんですが、この右側にですね、スマホ ATM というのがあるので、ここをタップします。そしたらですね、またメニュー画面が出てきますので、今回は入金を行います。そういう入金をタップします。そしたらカメラが起動して、この QR コードを読み込んだら、この企業番号が8333というのが出てくるので、今度はこの ATM 側で企業番号の 8333をこれで入力します。で、うまくね、入力ができたらこの確認というところですね、タッチしていただくと紙幣を入れるタイミングが出てきますので、今回は最低の入金額ではある1000円をですね、今回入金したいと思いますので、1000円をこの中に入れていただいて、あとは手を振ります。 で、そしたらですね、こちら、明細書が出てくるんですけども、ちょっと ATM 側の部分をちょっと撮影するのを忘れたんですが、もう一枚ですね、クーポン発行しますかという風なのが出てくるので、まあ、発行するっていうのを押したらもう一枚紙が出てきます。そしたらですね、ご覧のような応募券みたいなものが出てきます。ここに QR コードと、ここに 受付番号みたいなのが出てくるので、これが今回のキャンペーンで使うものとなります。で、早速ですね、この QR コードを読み取っていただくと、キャンペーンの応募サイトに移ります。で、そのままキャンペーン応募サイトっていうところをタップしていただくと、まあ、キャンペーンの詳細が出てくるので、この画面を下に下がっていただきまして、今度は一番下の次絵をタップしてください。それではちょっとしたアンケートみたいのがあるので、まあ、それをね、それぞれ答えてってください。まあ、僕の場合、性別を男性のところを押して、次絵をタップして、このタイミングで、このお問い合わせ番号、 ですね。ここを入力していただく必要があるので、先ほどの明細書のこの青の部分ですね。ここの部分に記載されている番号を、ここに入力して、次、A をタップします。で、次にですね、ご自身が持っているポンタカードのポンタ会員 ID というのをですね、入力していただくので、これはおそらくカードに記載されてますので、それを入力していただいて、次、A にどんどん進んでいっていただいて、もろもろ入力が終わったら、これで応募は完了ということで、なります。まあ、一連の流れになりますんで、結構簡単っちゃ簡単ですよね。 で、もしですね、今回チャージしたお金を出金したい場合に関しては、いろいろ方法はあるんですけども、普通に au 自分銀行を使って出金してもいいんですが、僕の場合はね、あのー、ステージが低いので、ランクが低いので、手数料がちょっとかかってしまうんですけども、まあ、その場合はですね、au 自分銀行から三菱 UFJ にお金を移動して、そこからこの ATM を使って出金することもできますし、あとはあのー、スマホ決済、まあ、久しぶりにちょっと名前出すんですけども、無料送金アプリのプリンですね、それを使って出金をかければ手数料かからず出金できますで、 で、もしね、出勤しようかなと思っている方は、こういった方法をぜひ試してみてください。で、続きまして、二つ目のキャンペーンなんですけども、こちらですね。ローソン銀行 ATM と PayPay 総額300万円分のキャンペーンということで、これは取引不要なキャンペーンとなっております。で、このキャンペーン誰でも参加することができますので、見ていただければと思うんですけども、こちらですね。ATM で PayPay に現金チャージできます。総額300万円分 PayPay ボーナスプレゼントということで、ちょっと吹き出しにも出てるんですけども、 取引不要、どなたでも応募 OK ということで、まあ、先ほどお伝えしたキャンペーンは AU 自分銀行持ってないと参加することができないんですけども、これであればね、今の視聴者さん誰でも参加することができます。このキャンペーン自体すでに始まっておりまして、え、6月29日から8月31日までの約ま、2ヶ月ほどのキャンペーンとなっております。で、内容としたらですね、書きボタンから応募しようということで、抽選で1名様に100万円分が当たると。で、100名様に1万円分、1000名様に1000円分が当たるっていうことでね、 ま、最近結構 PayPay ペイペイも盛り上がってるので、まあ、どれぐらいの確率で当たるか全然わかんないんですけども、まあ、応募するだけ結構面白いかなと思ってます。ちなみに付与されるのは現金ではなくて PayPay ペイペイボーナスが付与されます。で、今回のこのキャンペーンはここがポイントなんですけども、もしも100万円分の PayPay ペイペイボーナスがあったら、あなたならローソンでどんなお買い物がしたい等に答えて応募ということで、まあ、これにま、ちょっとしたアンケートがあるので、 それを入力していただく必要があるっていうことになります。まあ、今回ね、僕もこの動画を撮影しながらね、キャンペーンに応募してみたいと思いますので、キャンペーンに応募するっていうところをですね、クリックしたらご覧のようなページが出てきます。PayPay ペペボーナス100万円分プレゼントキャンペーンということで、ま、いろいろね、入力をしていただくんですけども、まずここですね、もし100万円分の PayPay ペペボーナスが当たったら、あなたらローソンでどんなお買い物をしたいですか必須ということで、まあ、今回はね、これを入れていただく必要があるんですけども、まあ、僕の場合結構悩んだんですが、まあローソン で100万円分ってなかなななかかかかイメージががいいいんですすすけどねまままああ思思当たる節がある節ととれればこローソンセレクトの一口チョコバナナチップスを部屋いっぱいに埋め尽くしたいですそうなんですよねローソンにはなんとこういったねあの例の商品にそっくりな商品があるんですよまあできればね100万円分当たったらまあ、ないとは思うんですけども,も なんで、この商品で部屋いいいいっっぱい埋め尽したいなとううふうに思ってますであとはね、ここにメールアドレスを入力していただいて、今後のキャンペーンなどのメール送りしてもよろしいですか受け取る性別男、生、えー、年月日が1900、1900、1900、1989年、89年の6月の20日覚えといてくださいね。で、教授、うち、 え、居住地域が福岡県。ATM の利用状況について教えてくださいということで、ここはね、まあちょっと正直に行きたいと思うんですけども、ほぼセブン銀行 ATM と。で、いつも利用してる PayPay ペペのチャージ方法を教えてください。当てはまるのすべてを選びくださいということで、まあ、残念ながらね、ATM をほとんど使うことがないんですけども、<laughs> ワイモバイルのまとめて支払いでチャージをしてると。で、今回のこのキャンペーン、どちらでお知りになりましたかということで、 まあ僕自身どこで知ったかちょっとあまりよく覚えてないんですけども、まあ、せっかくなんでね、あの、自らの名前を名乗った方が面白いのかもしれないですね。YouTube のゆずひこチャンネル、<laughs> ゆず、ゆずひこチャンネルにて、皆さんもこんな風に入力してくださいね。ちょっとその方が面白いかもしれないです。今後のローソン銀行エ t テムの利用意向を教えてくださいということで、ぜひ利用したいということですね。で、諸々の入力が終わりましたら、このまま登録するをクリックすると、 これでご応募いただきありがとうございましたということで、これで抽選に参加ができたということになります。 それでは本日お伝えしたキャンペーン2つまとめていくと、まずは AU 自分銀行とローソン銀行エイテムのキャンペーンなんですが、このキャンペーンの期間2つに分かれておりまして、7月5日から7月31日まで。これが第1期。で、第2期に関しては8月の1日から8月31日まで。で、特典なんですけども、各期間ですね、それぞれ第1期、第2期で100万ポンタポイントを山分けされると。で、上限が200ポンタポイントまでになります。それぞれですね、応募していただく必要がありますので、第2期に入ったら8月の1日の段階で、 で、また今回と同じような作業を行ってみてください。で、条件としたら、ローソン銀行 ATM を使って、au 自分銀行に入金をするか出金をするかということで、もし入金をした場合はね、先ほどお伝えしたような方法であれば、まあ、手数料かからずお金出すこともできますんで、そちらを参考にしてみてください。で、付与される時期なんですけども、7月に参加された方は8月の末に付与されて、8月も参加された方はですね、9月末に 付与されるとというこになりますで、もう一つ先ほどお伝えしたローソン銀行エイテムと PayPay のキャンペーンですね。こちらのキャンペーンの期間は2ヶ月ということで、6月29から8月31日まで。で、特定の内容なんですけども、抽選で以下の PayPay ボーナスが当たります。1名様に100万円分の PayPay ボーナス、100名様に1万円分の PayPay ボーナス、1000名様に1000円分の PayPay ボーナスということで、まぁやる内容としたらめちゃくちゃ簡単なんですけども、100万円分の PayPay ボーナスが当たったら、ローソンで購入したいものを入力して、 画面を進めるだけで OK です。で、当選の発表なんですけども、2021年の11月末までに当選メールが届くみたいなので、それで、まあ分かるってことになります。 まあそんなことで今回はローソン銀行エイテムのキャンペーン大きく2つに分けてお伝えさせていただきました。まあ今回ね、この山分けのキャンペーンも楽しみなんですけども、こちらの総額300万円分の PayPay ペペボーナスが、この動画を見てくれてる視聴者さんとかでもね、当たれば結構面白いかなというふうに思ってます。で、今回お伝えさせていただいたキャンペーンのリンク、それぞれ2つ貼っておきますんで、詳細気になる方がいらっしゃいましたら見ていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。